サリーどうも、今日はですね、この鶏を使ってディアボラ風チキンを作っていきます。サイゼリヤを愛してやまない人はディアボラ風来たかと思うかもしれないですね。なるべく本家に近いような味で作っていきたいと思うんで、ぜひ最後まで見てってください。ですね、私の記憶が正しければ、サイゼリヤのディアボラ風は焼いた鶏の上にこうピリッと辛みのある玉ねぎのペーストが乗っかってるんですよね。で、横には、小さいココットにガルムソースが入ってて、ご自由におかけください的な、そんな素敵な一皿だと記憶してます。もともとディアボラってイタリア料理で、鶏肉をね1枚こう開いて焼いたのがこう悪魔の姿に似てるということで、ディアボラ風っていう名前になったらしいですね。ワンピースのサンジの技にもねありましたよね。はい、それで話を戻すと、鳥をこう1枚に開いた状態が悪魔のように見える、悪魔のように焼くとか、まあ、そういう由来があって、で実際はそのフライパンで皮目をカリッと焼く、もしくは炭とかグリルを使って香ばしく焼くことを指すみたいなんで、なんでしょうね、非常にシンプルな料理ですよね。そういった感じでね、由来を調べると結構面白いですよね。イタリアでは1枚の鶏を骨から外して開いた状態が悪魔に見えて、フランスだとそれがヒキガエルに見えるから、その状態をクラポディーヌって呼んだりするんですよね。いやー、お国によって違いますね。懐かしいですよ、ほんと。先輩の料理人に仕込み中に鶏を渡されて、これをクラポディーヌにしとけって言われたんですよね。ここでね、問題点が2つあったわけですよ。1つは、クラポディーヌって何って思ったんです。言葉の意味を分かってなかったわけですね。そしてもう1つは、その言葉の意味を理解していても、鶏肉を骨から外して1枚におろす、やり方を知らなかったっていうことです。そのまま先輩は休憩に行っちゃいましたし、当時ランチとディナーの間の時間帯っていうのもね、フルオープンのお店だったんで、オーダーはねひっきりなしに入ってきますしね。渡された鶏肉をオーブンに突っ込んでローストチキンを作ってやろうと思いましたけど、その後のことを考えると怖くてできませんでした。まさにチキンハート。すいません。そうこうしてるうちに、鶏肉の上に添える玉ねぎベースの薬味は仕上がりました。今回はそんなに量を作らないっていうのがあったんで、レンチンで仕上げたんですけど、これね、4人前以上とかだったら、フライパンの方が、フライパンで玉ねぎちょっとさっと炒めた方が甘みが出るような気はします。フライパンとか、まあ、小鍋でもいいんですけどね。そっちの方がニンニクの辛みもより抜けると思いますけど、これどっちの味にしたいかっていうのはね、作る人が決めればいいと思うんで、レンチンで火を入れるか鍋で火を入れるかは、作る人数前とあと状況に応じて変えていければいいんじゃないでしょうか。じゃがいもも下味の塩をしてレンジで火を入れておきました。あとは最後仕上げに焼いていくだけです。あとじゃがいもの他にもね、欠かせない付け合わせがこのコーンです。そしてですよ、お好みでつけてください的なソース、ガルムソースなんですけど、ガルムって地中海沿岸の発酵魚醤のことで、アンチョビの内臓とかをベースに作るっぽいんですよね。直接本物を見たことはないんですけど、結構癖は強いんじゃないですかね。今回はよりクリアな味わいのコラトゥーラで代用しました。ナンプラーとか使ってもいいと思います。では鶏肉、皮目をバリッと焼いていきます。これ重ししておくと楽ですね。凹凸がある皮目がね、この重しすることによって均一にフラットになるんで、綺麗な焼き色がつきますし、どこ食べても皮がねこうパリッとしてるっていうね、いいところしかないです。でこの、鶏肉ね、焼きながらさっきレンジで軽く火を入れておいたじゃがいもにも焼き色をつけていきます。鶏肉の風味がね移ってうまいですからね。でこれもじゃがいもは火入ってるんで、焼き色がついたらすぐ取り出しましょう。それで焼いてると鶏肉からもこう油が出てきて、
フライパンの中でオイルが多くなっちゃうと思うんで、キッチンペーパーとか使って拭ってもらって大丈夫です。で、皮目はね、パリッと焼けたので、鶏肉は一旦引き出して、で、コーンもね、軽く炒めておきます。なんでしょうね、鶏肉の旨味を余すところなく、付け合わせにも移していくような、そんなイメージです。それでそのまま、そのフライパンを使って、先ほど合わせておいたガルムソース。これも入れて、少し煮詰めながら、バターを加えて乳化させます。最初に入れた量の3分の2ぐらいになったら、多分頃合いだと思うんで、それぐらいで大丈夫です。ココットに移す前に味はちゃんと見た方がいいですね。はい、で、サイゼリヤのディアボラ風といえば、この熱々の鉄板に乗っかってくると思うんで、最後仕上げにこれで、この上でね、調理した食材たちを熱々にして仕上げていきます。玉ねぎペーストね、たっぷり乗せたいですね。やばい、入らない、グッグッあ、行くしかない。若干のハプニングはありましたけど、無事ドレッセできました。冷めてた。もうちょっとジュワーってなるはずだったんだけど、あ、でもまあコーンのあたりがジュワってなってる。よしだしよう。とりあえず味だよ。肝心なのは味です。おこ、うん、めちゃめちゃうまい。普通にめちゃめちゃうまい。これいいっすね。このなんかやっぱ鉄板の上で食うっていうのがいいな。ちょっとね、ソースのジュワッと感はもうちょっと欲しかったからな。そこはね、悔しいけど。あと再現性で言うとどうだろう。なんだろうな。なんかね、このコーンが焼けてる香りでね、なんかもう8割方もうクリアしちゃってる気がしてるんだけど、ちょっとだけこの刻み野菜、ニンニク若干強かったかなっていうのと、まあ若干ですね、ほんと若干。もうちょっと控えめだったようなっていう感じもあるかな。美味しいんですけどね、めちゃめちゃ。ニンニク好きの僕からしたら最高にうまいんだけど。あとウスターソース、もうちょっと少なくてよかったかな、このソースの。うん、うまい。あっく、やっぱ飲み物でしょこれ。うわ、めちゃくちゃうまいな。鶏のね、香ばしい香りっすね。パリッと焼きはしたけど、上にね、ディアボラ風ならではのこの刻み野菜乗せるから、皮のパリッと感がね、こう前面に出てくるわけじゃないんですけど、香りっすよね。鶏はね、最後仕上げ、この鉄板厚くした上でね、火入れ切るから、ちょっとね、鶏の多分エキスがね、鉄板にこうにじみ出るんですよね。それをしっかりとこうソースと一緒に絡めながら食べるといいんですよ。コーン香りしたい。これあれだな、ちょっともう一回ぐらいやりたいな。記憶を頼りにね、勢いだけでやれるものでもないような気がして、もう一回食べに行ってしっかりと分析してやりたいな。これは米欲しい。というわけで、サイゼリヤのディアボラ風チキンっぽいやつでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ナビアント。